2021年度の国公立大学医学部医学科の得点率時事問題例から2022年度を考察するの2個目の動画ですね。今度は、1個目の動画はね、どちらかというと21年度の、まあ、点数、得点率、そういったものに関してお話をしてきましたよね。で、実際の共通テストの合格者平均と、まあ、例年言われている、まあ、2次の、まあ、目安となる、記述の偏差値、これを見比べながら、似たような大学どこなのか、もしくは、まあ、自分が目指す大学っていうのがどちらを重要視しているのか、もしくは、10月末の模試までにどういった得点率、偏差値を目指すべきなのか、みたいなことをですね、ちょっと簡単にお話しさせてもらいました。で今度はですね、実際に面接を必要とする大学の中で、時期問題を例に出しているような大学であったりとか、どんなことが聞かれたのかというところもね、ちょっとね、参考にしてもらったらいいかなというふうに思います。まあ、夏休みとかね、これ以降、お勉強する中の合間でですね、そういったものをちょこちょこね、勉強するとか読んだりとか調べたりとかする時間っていうのを持ってもらう方が、まあね、そういう大学を受けることになった時に、自分でね、一から調べるというよりは、常日頃から、そういったものに興味を持っておくってことになっていればですね、最近気になるニュースあるとかいうのが面接で聞かれた時にさっと、自分のね、意見とか考えとかを言えるっていうのは非常にいいことかなと思いますので、その中でね、ちょっと参考にしてほしいなと思います。まずですね、今年2021年度の、まあ、時事系ですね、どんなものが聞かれたのか、やっぱりですね、まあ、コロナの、ことが聞かれることが多かったんですけども、神戸とかは比較的具体的な例が多いので、まあ、これ総合型選抜の中で聞かれたものなんですけども、病床使用率増加についてあなたが思うこと、あなたがもし病院の院長になったら他の人が反対していてもコロナ患者を受け入れますかとか、まあ、今の、ね、現状とかを考えながらやっぱり、ね、話をしてほしいなと思います。機械を使用した医療の発達について機械の発展を身近に感じたことはあるかですね、さまざまな、まあ、コロナという状況でですね、病院がどういう状況にあるのか、で病院の中でですね、どんなことが問題になっているのか、そういったことをですね、ちょっとね、考えてほしいんですね。だから皆さんが実際に、病院に、例えばね、面会に行くとか、で実際面会行けましたかって言われたら行けないですよね。ですので、そういった時にどういった機器を利用していたのかですよね。例えば遠隔で、リモートで、面会をするとか、そういったものが病院施設内にあったりとかいうのもですね、これもですね、新しい、まあ、今までにないものとか、コロナに、まあ、感染しないように、まあ、特にね、指示系統をするお医者様に関しては、離れたところから現場にですね、指示をするなんてこともですね、リモートでできるようになりました。なので、こういったところに関しては、しっかりとですね、理解しておかなければいけないかなと思います。で大阪市立大学の推薦の中で、これ集団討論で聞かれたテーマなんですけれども、安楽死事件というものですね。でこの中において、まあ、これね、介護の問題点というのが理解必要なんですね。でこれ何かっていうと、ALS の嘱託殺人ですよね。これに関してのものになってくるかと思うんですけれども、実際、例えば一番最初のロックダウンで、緊急事態宣言でロックダウンされたときに、一番大変だったのは、例えばね、介護を受ける人たちは、従来だったらね、まあ、1週間の中で何回もちょっとね、例えば、看護師を呼んでる人、介護士を呼んでる人、理学療法士を呼んでる人、訪問医が来る人とかいろいろあるんですけども、その中で最低限のことしか受けられなくなったんですよね。そうすると何が、問題になってくるかっていうと、人との接点が減ってくる。特に高齢者で人で住んでいる、介護を必要とするような方、こういう方に関しては、やはりですね、一人でいる時間っていうのがより長くなってきますので、どうしてもね、マイナスのイメージっていうのを自分自身に持ちやすくなってくる。まあ、こういったことっていうのが背景にあったんじゃないか、みたいなことがですね、まず理解として必要になってくるかなと思います。でこれね、安楽死っていう言葉を使うと、やっぱり安楽死尊厳死なので、まあ、倫理観の話にどうしてもなってくるんですよね。で例えば、神戸大学の総合型選抜、これ、まあ、違うグループなんですけども、でも、難病の子どもの人工呼吸器を日本では外すことができない点についてどう思いますかというところとかも、まあ、ありました。こういったですね、まあ、倫理観に対するテーマっていうのは、非常に、まあ、推薦だけじゃなくてですね、面接の中ではよく聞かれるテーマなので、ちょっとね、考えてみるってことも必要かもしれません。次、神戸大学の前期ですね、1年後コロナウイルスはどうなっていますか。コロナウイルス収束に必要なことって何ですか。ワクチンのネガティブな面とポジティブな面、どうすればみんながワクチンを打ってくれるかですね。これはまあ今年の春の入試のですね、面接内容ですけども、これは本当に今に合致しているものかなと思います。
コロナ禍における問題点を、まあね、理解することが必要になってくるかなと思います。まあ、今ね、一番直近のものとしてやっぱりね、ワクチンの接種状況であったりとか、そういったものとかもね、ある程度ちゃんとね、知っておく必要があるかなと思います。京都府立医科大学の前期小論文の中で安楽死と尊厳死について文章を読みました。でそれについて自身の意見を述べようということですね。これ先ほどの市立大学と似てますよね。だからこれは何を聞いているのかですね、何をテーマにするのか、自分が要は身近にしているものから要はね、例として出すときに何を例にするのか、こういうところを考えたときにはやっぱりね、こういうのがどういうテーマで聞かれているのかというところですね。まあ、そもそもの小論文の内容から引用するということも当然あるんですけれども、ね、プラスアルファね、例として何かを話したいときにはそういったところもちゃんと理解しておく必要があるかなというふうに思います。次、滋賀医科大学の、推薦ですね。集団討論のテーマが遺伝子の研究診断ですね。遺伝子研究診断、薬剤免疫予防など10個のキーワードが書かれた課題文に事前に目を通しておいた上でグループ討論するということですね。この遺伝子診断とか、要は遺伝子を何かね、いじるというようなものに関して、これもですね、どちらかというと、まあね、倫理観を聞かれるということも結構あるテーマになってますので、このあたりですね、もうしっかりと押さえておいてほしいかなと思います。最新の時事だけじゃなくてですね、面接の中にはそういった、まあ、倫理観というものをですね、よく聞くテーマってありますので、注意しておいてください。で、徳島の前期ですね、これも集団討論なんですけども、コロナ以外の医療ニュースについて語りましょうということですね。これも先ほどお伝えしたように、要はね、何かあるって聞かれた時にすぐパッと答えられる。まあ、集団の場合なので、誰かがね、挙手して話し始めていかないと全然ね、グループの話進まないので、まあ、こういったところに関しても、やっぱりね、ちゃんと理解しておく必要があると思いますし、興味を持っていく必要があるかなと思います。次、コロナ禍による大学のオンライン授業のメリット、デメリット。これもですね、よくありましたね。例えば、コロナっていうもので、このね、第1次の、まあ緊急事態宣言から、まあ、第5次までの間にですね、どんな、皆さんにとってですね、新しい言葉が、手に入ったのか、例えば3密とかですね、リモートワークとかいろいろあったと思うんですね。で、その言葉っていうものに対して、ちゃんとね、何かね、覚えておくとかメモ書きしておくとかしておけば、まあ、こういったことに関してもある程度ね、対応可能なんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、オンライン授業のメリット、デメリット、デメリットって何かなと言ったときに、例えばね、まあ、今の大学の2回生ですね、1回生がどういう状況なのか、3、4回生よりも実はね、大学に行く回数が多いという状況になってたりする大学多いんですよね。だから2年生は、大学2回生は、去年1年間ね、ほとんど、まあ、オンライン授業を受けてる状態なので、大学に、キャンパスにね、行くことがほとんどなかったということになっていますから、なので、1回生とか2回生ができるだけね、対面授業を優先するみたいな形で、3、4回生は、オンライン授業っていう形式を取ってるなんてところも結構多かったりするんですよね。なので、そういったところもね、ちょっとね、知っておいてくれたらいいかなというふうに思います。次、旭川医科大学の推薦、オンライン診療について思うこと、コロナ対策の現状について、コロナ禍に医療現場で働くことについてどう思うか、あなた自身がそういうコロナっていう怖いものに対して、そういう医療現場で行くという心構えありますかという聞かれ方ですよね。まあ、自分自身がですね、どういう目的で、どういう意思のもとに、お医者さんになりたいのかというところもですね、合わせてちょっとね、考えていくことが必要かなと思います。札幌医科大学、コロナ禍の医師の働き方についてどう思うか、これもですね、非常にまあ問題視されてますよね。もともと医師の働き方改革っていう言葉があるぐらいで、まあそういうテーマで聞かれるケースもあるんですけども、このコロナ禍においては、病院がですね、ある程度、決められていると、コロナの重症患者を受け入れる病院というのがある程度決まっているということですね。だからそこに、まあ、そこで、まあ、医療行為、従事する方に関しては、当然のことながら働き方が当然違いますので、そういう方たちについてどう思うのかということですよね。愛媛大学の推薦、新型コロナ対策についてもう限界という発言があったんだけども、それはどう思いますかと。もう一個これね、これも最近多いテーマなんですけども、災害が多いが避難所なので、あなたができることは何か。これもですね、ちょっと注意しておいてほしいかなと思います。ここ数年やはりですね、この、まあ、雨による災害が多いんですけれども、避難所であなたができることは何か。あなたができることは今現時点という観点で考えてもいいかなというふうに思います。で、この例えば避難所の場合だったら、じゃあコロナ禍における避難所はどうなのかとか、そういうこともですね、多分話の幅としては広げることができると思うので、このあたりもね、ちょっとね、自分なりに考えてみてください。
次、産業医科大学の推薦。コロナの治療薬名を複数挙げてください。PCR 検査の原理を教えてください。SDGs とは何か答えてください。まあ、これはね、基本的な、まあ、言葉のですね、理解ですね。こういったところに関して聞かれているものですね。あと、関西医科大学ですね、推薦で、女性が医学部入試で不正に得点操作されたことについてどう思うのか。これね、ちょっと去年というよりはちょっと前の話になるんですけども、これが聞かれた。なぜ大学は女性の得点を操作したのか。これもですね、当時のニュースでは結構いろいろ言われたと思うんですよね。実際に受けた子たちの、まあ、合格者の平均得点率であったりとか、それ以外にですね、実際に、なんだろう、入学者の割合だったりとか、まあね、男女比っていうのはよく出されてると思うんですけども、そういったものですよね、についての理解とか、なんで女性を落とすのかですよね、特選操作したのかですよね。で、これは多分、まあ、その当時の話にあったのが、やっぱりね、女性の方が、まあ、出産とか結婚とかで、まあね、一旦、離職するというケースが、多いということを鑑みたときに、やっぱり男性の方が、将来的には多く、長く、働くんじゃないかみたいなことが、まあ、若干ね、考えられたのかな、みたいなことも多分言われたと思うんですよね。まあこれはね、別に関西医科大学の話じゃなくて、関西医科大学の面接で聞かれたことなのであれなんですけども、まあそういうところね、に関しても、まあちょっとね、どういう背景があるのかな、みたいなところはちょっと知っておいてほしいかなと思います。はい。で、まあ皆さんが受験するときには、どんなことを考えておかなければいけないのかなっていうと、やっぱり今現時点での現状ですよね。必ず世界の感染状況っていうものもちゃんと理解しておきましょう。どの国で感染者が多いのか。例えば、下に書いてある変異株っていうのがどの国から発症したのか、まあ、スタートしたのかですよね。あと、日本国内の感染状況。これもですね、非常にですね、今深刻な状況に陥っていますので、まあ、そのあたりに関してもちゃんとね、理解をしてほしいですし、自分自身が受けようと思っている大学の都道府県、そこにおいて今現状はどうなっているのかっていうのも、入試直前まではちゃんとね、把握するように努力をしてください。で、各都道府県の病床使用率、これも必ず覚えておいてください。まあ、調べておく必要があると思います。で、じゃあ病床を増やせばいいじゃんっていうのも、これよく聞かれるんですけども、増やせない理由でも当然あるんですよね。なんで増やせないのか。このあたりもですね、私、まあ、夏季講習っていうのを毎年やってるんですけど、その中で授業ではお話ししたんですけれども、まあ、病床を増やせない理由とかに関してもちょっと考えてみましょう。あと、ワクチン接種に関してですね、ワクチンの種類、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、例えばね、モデルナとファイザーの使用の違いとか、こういったところに関してどういう理解をしているのかですよね。例えば、モデルナって職域接種で利用されてますよね。で、ファイザーは個人使用ですよね。で、なんでかとか考えていかないといけないですよね。だから、モデルナの方は、要はね、生理食塩水で薄める必要性がないので、ね、注射器から直で抜いて打つということができるので、できるだけね、数をこなすということが可能ということになってきますよね。こういう部分で違いがあったりとか。いうのもあります。まあ、当然それ以外も当然違いはあるんですけども、もう一個と他にも例えばモデルナを受けた時の副反応の割合がまあファイザーと比べると多いとかね、モデルナアームみたいな言葉が出たりとかね、ありましたよね。だからそういったところもちゃんと知っておいてほしいかなと思います。で、変異株に関してもですね、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタですね、こういったところまでちゃんと理解しておかなければいけないということですね。で、先ほどお話ししたように、まあ、AI とか ICT を利用した、なんですか、医療行為とか、まあ、医療に携わる、まあ、医療従事ですね、これからもっと増えてくると思います。なので、このあたりもね、どういったことが今行われているのかみたいなこともですね、しっかりと理解しておいてほしいかなと思います。あと、がん治療、これも毎年よく、まあ、聞かれることなんですけども、今年はね、オリンピックに出た池江さんとかいますよね。で、まあ、白血病から復帰してですね、オリンピックで、水泳でね、泳がれたっていうのもあるので、まあ、こういったところもちょっとね、抑えてる方がいいのかなって個人的には思ってます。まあ、がん免疫療法、これもですね、やっぱりね、ちゃんと抑えておいてほしいと思いますし、まあ、今年のニュースで言うと、まあ、がん光免疫療法ですね、このあたりの違いって何なんだろうとかね、いうところもちょっと知っておいてほしいかなというふうに思います。はい。
で最後ですね、倫理観に関するテーマで、先ほどね尊厳死とか安楽死とか遺伝子診断とかいろいろ言いましたよね。でそれって結局のところその人が、個人がですね、死ぬ死なないですよね、まあ、生き死に直接関係するもので倫理観を問うという話をさっきしたんですけども、実はこういったものも倫理観を聞くテーマっていうふうになってるというので一応例出してます。2021年7月7日ですね、病気により子宮のない女性が妊娠出産をするために第三者から提供を受ける子宮移植の臨床研究について議論してきた日本医学会の検討委員が条件付きで実施を認める見解を示すことになった。これ下線見てくださいね。子宮移植は臓器移植法の対象外で脳死判定を受けたドナーから移植はできないっていうことなんですよね。でそれなんでかっていうと、したね、議論の争点は子宮移植には生命の維持に必要のない臓器移植が許容されるのかという倫理面の問題が指摘されたと。もともと要はそのね、生き死に、まあ、その人自身がもう死んでしまうかもしれないと、移植をしないとね、死んでしまうかもしれないっていうことを条件に移動者判定を受けたドナーから移植をしてもらうということになってるんですけども、子宮移植自体はその人の生き死にの問題なのかというところですね。ここが要は、条件を満たしていないんじゃないかと、生命の維持に必要のない臓器移植が許容されるのかという言葉になっているということですよね。こういったところですね。でもまあね、例えば、ね、本人がね、やっぱり子供を産みたいっていう気持ちがあるんだけども、まあ、先天的にですね、子供が産めないなんて方に関して、それを認めるのかどうかっていうのが議論になっていたということなんですね。2019年からまあね、一応議論して、最終的に2021年の4月7日に一応ね、条件付きで認めるという形になったということですね。こういったことも、まあ、倫理観という面においては、テーマになっていくってことなので、ちょっとね、一つ触れておきました。こういうことでですね、まあ、いろんなニュースがあるんですけれども、その中から自分がね、疑問に思ったこととか、自分だったらこう思うっていうことをですね、ちょっとね、メモしておくとかしておけばですね、こういったことに関してはそんなに難しいことではないので、理解を深めておいてほしいかなと思いますから、勉強のね、合間にちょこちょこやっておいてほしいなというふうに思います。